ダメだったらこの九巡目に白を切ってはいけないんですよ。次行きましょう。で、当二局にひどいハイパーが来ました。なんでしょうこのハイパーは。<laughs> でも白スルーしたんだね。えらいえら<ー>いっすえらいっすえらいっすえらいっすよ。うんうん、あこの辺のね、そう白をスルーしてれば。 危なっかしい試合はないですね。ちなみに、リーチ来たんすよ。リスキンから。うんうん、で、ここで大事な話です。うん、今日伝えたいうちの、三つのうちの一つ目これです。ふわっとチュン切るんですけど、はい。ま、自敗なんか当たんないんですよ。うんうん、当たんない。当たんないんですけど、これ当たった時に、チュン切って、ロンって言われた日は負けるんですよ。 だいたいこれ一発でチュン切るとだいたい漫画あるんで、8000点振り込んじゃうとリツキンにまあまくられるわけですよ。うんうん、実際自分の手が白も泣けないような微妙な手であって、一面積もなくて、試合中ってアドレナリンが出てるから、ふわっとこう、ちょっと自敗ぐらいってなるんですけど、うん、まずここで数万を打てるようになると、 そして、チュンよりも白を切るようになると、これまた、じゃん、斬静になります。中途半端に上がろうとしちゃってる、ね。そうあんまりね、この手で、リツキンの手に対して、先制リーチに対してこの手で追いつくことないっすよ。だってこれリーチハ白出ても泣かないもん、もう。確かに。うん。泣きやすい。そう。だから、ここは、チュンではなく、まあ、一旦現物の数万を抜いて、うん 二枚持ってる白かな。チュンはシャンポンにも危ないから。はい。うん。それができるようになるといいっすね。うん。で、切って切って。で、この辺のね、まあ、細かいんだけど、やっぱ9巡目とかもね、えー、っと、長尾が白切ったやつやっぱスルーして泣いてないわけですよ。うん。で、泣いてないということはもうこの曲ダメじゃないですか。うん。で、この曲ダメだったら、この9巡目に白を切ってはいけないんですよ。 うんうんうん。諦めるんだったら、ここでもう数万を抜いておかないと、長尾からリーチ言われた時死んじゃうんすよ。うん。今白使っちゃったじゃん。はい。で、この順目に長尾とかニーナからリーチ来たら、数万が今度通らなくなっちゃうんで、だからこの白2枚は虎の子の安全牌でも大切に取っといてほしいの、もう。 うん、もう本当にね3段目にもう終盤になって誰 <laughs> 3人からリーチ来ても大切にとって、うん、そうそうそう、うん、そうこれはもうねほんと最後のジョーカーみたいな最後の切り札なんで粘らないで捨てちゃう曲はもう上がれないと感じた曲は今リーチキンにだけ通る範囲数万を切ってほしいのうん、うん、実際これニーナとか E ピンとか押してるし 実際危ないんですよ、数万。ニーナから今リーチで数万とかローンになったらやばいんですよ。うんうんうん。で、ちょっと進めてみると、うん、えー、この10巡目でも白を使っちゃったんで。はい、<laughs> ちょっとやばかった、<laughs> そう、これね、ニーナから今リーチって言われたら、あの、LL、エレルアンパイゼロなんですよ。うんうん。はい。ゼロなんです。超危なかった。そうなんですよ。だからここでね、 すげえ難しい折り方の話してんだけど、まあ、実際これ長岡からリーチ来て、うん。ちょっとパニックだったでしょ、これ。いや、焦る。焦るでしょ焦るでしょ、うん、で、最後もに、ニーナがリーチって言ってくれて振り込んでくれたからいいけど、これ振り込んでくれなかったらアンパイゼロだったからね、アンパイ。これやばかったんですよ、<ー>実は。そう。今回、そう。この折り方がね、やっぱ伝えたかったうちの一つです、これは。 いや、めっちゃ、教材みたいな流れしてるやん。うん、そうなんですよ。これマジだ <laughs>。だから、白残しとけばよかった。そうそうそう。<laughs> そう。これ実際ね、実際ニーナが、リャンズを切って、まあ、リーチすることはないけど、ドラだから、リャンズを切ってリーチって言われたら多分ね、エルエル切るハイゼロだよ。切るハ囲。は<ー>これ危なかったんで。 やばすぎー。先に、数万を2枚処理しておけば、ここで急走、それだその後2枚処理して、ここにく2枚あった方が安全だっていう話です。はい。あと、長尾がローピンをした時に浪ピンを合わしておくとかね、こういうのも大事。うんうんうん。うん、確かに、今のうちに。そう、ね、ああ、確かに。そう。この12順目だね。12順目。こういうのね、はい、急走とかローピンとかね、今打っておくのも大事だね。うん。はい。 じゃあ今の曲は大丈夫なんでトーンさんねはいチャンネル登録高評価よろしくお願いしますこっちの動画を見てね